こんにちは、なんでも動画人のつっちゃです。なんでも動画人つっちゃ、今回はご挨拶です。ちょっとね、ここ数日私伏せてまして、伏せてたって言っても病気じゃないんですけども、まあ病気っちゃ病気なんですけど、私ねパニック症状も持ってるんですけど、うつ病持ちでもあるんですね。でちょっとね、気分がめいったりしたのがずっと続くと、もう寝てるだけとか、仕事は行くんですけども、そこでのね人間関係のこじれとか、はいね、私ね堅物なんでね、頭が硬いんでなかなかうまく人間関係いかない。それでは世界の半分の人と友達にはなれないとは思うので、そこはなんとか自分をね、他人は変えれないけど自分はね変えれるんで、自分を流動体、流れる水のように流動体にして、受け流して、生きていこうと思いました。はい、でそんなこんなで、あとねもう一つ理由がありました。それは、567、ご存知567ウイルスですね。こちらの567ウイルスで、亡くなった方いらっしゃいます。日本人でも、僕が一番ショックだったのは志村けんさんですね。志村けんさんの、どなたの命も貴重だとは、私は命に寄せんはないと思うんですけども、志村けんさんが小さい頃から大好きだったドリフのドリフや加トちゃんケンちゃんや大丈夫だね、大好きだった志村さんが亡くなったとは今でもちょっと信じられない。だから全然お葬式の映像も出てこないですよね、567ウイルスに関しては。のでちょっとまだ自分の中で整理がつかない、志村ロスとも言えると思うんですけども、それで暗くなっちゃって、で動画をね作る意欲まで失われてって、挙句の果てに自分の生きる意欲まで失われていって、そしてうつ病に発症しかけました。でも私にはパートナーみるみるがおります。みるみるはそんな時私に顔芸をしてみせてくれたり、いろんなね面白い話をしてくれたり、私を笑かしてくれました。そしたら私がちょっとね、このまま行ったら危ないぞっていうところで、なんとかこうして動画を撮れるぐらいに持ち直すことができました。先日はビブリオ虎の穴さんっていう、YouTuber さん、というかツイキャスをやられている方の、ツイキャスにお邪魔したんですけども、僕は元カノやパートナーを大事にしすぎて友達を全然大事にしてこなかったんですよって言ったら、いいじゃないですかって言ってくれた方がいるんですね。でそう、僕には友人は、付き合いいるにはいるんですけど、付き合いとしては、浅い、全然交流していない友人がおりますね。数名おります。真の友といえる友人がおります。だけども交流をしてないので、キンキーとキラーズさんのツイキャスではちょっとそういうことを後悔しているというようなことを言ってしまったんですが、でも持つべきものはやはりパートナーみるみるでした。はい、僕はもっとすごいうつ病だったんですよ、昔。すっごいうつ病、もう雨戸をね閉めて真っ暗にしてね、でゲームばっかりやってる、そんなうつ病。寝てるか起きてるかゲームしてるか、そのぐらいの、もう働きもしないで、そのぐらいの状態だったんですけど、そこをね助けてくれたのも、十何年前になりますけども、そこを助けてくれたのもパートナーみるみる、はい、
遊園地になんと連れてってくれました。それは 50-50 の確率だそうだったんですけども、元気になるかそれとも余計こじらせるかだったそうなんですけども、はい、パートナーみるみるが私を遊園地にね連れて行き、私は初めブツブツ言ってたらしいんですけども、なんと乗り物に乗ってるうちにすっごく明るく笑い出したという逸話が残っております。さあパートナーみるみる、今ね567ウイルス危険ですけども、私も接客業でパートナーみるみると会うのが非常に怖い、私からもしね移ってしまっては怖いとは存じますが、まあ2人でやっていくのがこの何でも動画人つっちゃう、もしくは真面目 TV のチャンネルでございますので、はい、どうか、これからもどうぞよろしくお願い申し上げます。あとね、その人間関係のこじれっていうのは、人間のね最終的な欲求5段階の欲求があるっていう人がいたんですけども、最終一番外側の真ん中はもう食べたい寝たいとかそのぐらいの原始的な欲求なんですけど、それが輪っかになって一番最後の一番最終的な第5段階目の欲求が自己実現欲求って言って、人間生まれたからにはその自己実現欲求をやっぱり満たすために頑張る、満たすために日々努力する、ちょっとね、難しい話かもしれませんが、まあ、分かる人だけでもいいので聞いてほしいかと思いまして、私の自己実現欲求は、バイト先の仲間と、仲良く笑顔でお客様に笑顔で、対応することでございます。ですので、あとね、あとパートナーみるみるにももっともっと優しくしてあげたいというのが私の第5段階の自己実現欲求ですので、そちらを叶えていきたいと存じます。そんなわけで、としひろ T つっちゃというチャンネル名は何でも動画人つっちゃというチャンネル名に変更いたしました。はい、これからもパートナーみるみるともども楽しく幸せな動画をお伝えしてまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。はい、少しね、私の、動画投稿頻度が落ちている理由はそういうことでしたよという、ちょっとまあ言い訳動画じゃないんですけども、まあそういうことも発信していくのが何でも動画人じゃないかなと、何でも動画にしちゃう何でも動画人つっちゃですということで完全復活です。ですから、よろしくお願いします。はい、まあうつ病っていうのは、厳しい、なかなか治るもんじゃないんですけども、はい、もしね本当にうつに入って私が入っていってしまっているとしたら、なかなか浮き上がるの大変ですけども、まあなんとか、日常の生活、そして日常の生活っていうのはアルバイトね、それから食べたり寝たりすること、それプラスの YouTube の撮影編集アップロード、さあそれらを見事に、回していきたいと存じます。少し計画があるんですよね、はい、それは内緒ですけど、はい、ちょっと私の YouTube チャンネル成長、戦略を立てましたので、ちょっと、はい、そちらもお楽しみにね。こちらのような動画を最後までご視聴くださったあなた、本当にありがとうございます。じゃあ何でも動画人つっちゃ、週にね3回は真面目 TV も含めて3回は投稿していくよ。ご視聴ありがとうございます。またねー、のすのす。今お前は俺と同じ月を見てるのか、俺の頬に触れた風はお前の吐息なのか、いつでもいつでもいつでもお前が手を引く高みへ。